どうも皆さんこんにちは、三浦です。育てて日本人形、やっていきましょう。今回はね、3週目ですね。最後、選択する場面があるんですけど、寛容、拒絶、成仏、この3パターンでエンディングが変わるんですけど、最後ね、成仏っていうのをやってないから、今回は成仏のね、ちょっとエンディングを見ていきましょうか。さあやっていきましょう。途中までは育ち方は全く一緒だと思うので、まあちょっと飛ばそうかな。多分お手紙の内容も変わんないと思うんだよね。お母さん、お母さん、私を産んでくれてありがとうね。うん、そうだね、変わらないんでちょっとカットします。とりあえずここまではみんな同じ成長過程をね、辿ってきてる。こっからどうなるかだよね。いつもね、ここまでは良かったんだけど、次の段階でジュジュジュが来てしまっていたんだけど、今回どうだろうちょっとハッピーエンド欲しいよね。ダメじゃん、ジュジュジュ来てんじゃんこれあれか、じゃあどうなってもジュジュジュが来んのか。じゃあジュジュジュが来た後に、なんかそのハッピーエンドで終わるやり方っていうのがあんのかね。まあこれ多分途中までまた人形の育ち方が全く一緒だと思うけど、そうだね。じゃあちょっとまた飛ばしましょうか。まあこれちょっと怖いというか、まあ普通に落書きされて、なんかいじめられてる子みたいな感じになってんね。うん、見事に全く一緒だ。なんであれだね、分岐点があるのはこの後に寛容、成仏、拒絶、そう、こっから成長パターンが変わっていくんだね。じゃあもう拒絶寛容が終わってんで、まあ成仏だね。成仏、本当にいいの？ちょっと待って、どういうことこれ。顔ビローン伸びてるけど、か皮が。お母さん、お母さん、ぐにゃぐにゃする、お顔がぐにゃぐにゃ、なくなっちゃう、消えちゃうね。大丈夫、腐ってんじゃないのね。腐ってんじゃねえかな。あ、でも寛容と拒絶を選択した時は結構怖い感じになってたんだけど、今回はちょっと怖い感じじゃなかったね。うわ、重いな。ろうそく足りるかな。今回はこの成仏のね、エンディングまで見たいなと思ってるんだけど、顔どんどん溶けていっちゃうの。うわ、骸骨じゃん。ていうか骨あったんだね。お母さん、お母さん、見てみて、お母さんみたいな美人さん、慣れたかな。慣れたよね。いや慣れてないって、だって骸骨だもん。あ、でもあれだね、結構この骸骨、骨の輪郭が結構はっきりしてるから、欧米人というか結構美人な感じのね、日本人っぽくない骸骨だと思うけどね骨美人だな。骨美人、骨美人でした。あー、頭取れちゃったよ。まだ生きているっていうね。お母さん、お母さん、お顔落ちた、コロンコロンコロン、なんで。いや、そのテンションで言われてもちょっと困るわ、回答に。さあ、ろうそくはあと1400、
だいぶ重くなってきたね。だいぶ重いな。一生懸命俺も広告見ながらね、このろうそく貯めていたんだけど。体が倒れた。もうダメだよ、お前死んでるよ、もう。お母さん、お母さん。もうね、立つことできない。お医者さん行きたい。助けて。お医者さんに連れて行ってもダメだって、こんなの。びっくりしちゃうよ、もう。あれ、でも、ジュジュジュはどうなったんだろうね、ジュジュジュ。ジュジュジュとの戦いには勝ったのかな？ね。ちょっと本人がもうだ、本人がもうダメだけど。本人もうダメだよ、もうこんなの。なんか悲しいな。どうやってもハッピーエンドにならない。たまごっち！たまごっちより難しいよ、もう。どんな育て方してもみんな不良になっちゃうみたいね。もしくは、親父っちになっちゃうみたいな。あー、消えた。骸骨だ。骸骨だけ残った。いや、その、もうその骸骨だけなのにもう喋ってるっていう時点でお前大したもんだよ。お母さん、お母さん、思い出、たくさんありがとう。幸せ、たくさんありがとう。さようなら。あ、死にましたね、今。今死にました。怖いな、これ。これはちょっと怖いですよ。僕も結構ホラー強いですけど、こんな感じで、骸骨が迫ってきたらね、もうすぐ逃げ出しますよ、僕は。あ、まだ炎を上げることはできるね。ここからどうやって進化するんだろう。だいぶ重い。だいぶ重いよ、これ。あの骸骨から、ね、どうやって進化するのか楽しみですけど。さあ、行け。おお、立ってきた。立ってきた。息、吹き返したのかな。お母さん、お母さん。泣かないで。私はお母さんのそばにいるよ。大丈夫だよ。見てるから怖いんですけど。怖いんですけど。さあ、ちょっとろうそくがね、もう持たないな。エンディングだ。心配しないで。いつでも。どこでも。誰といても、何をしてても、ちゃんと見てる。成仏したことで、出てこれたんだ。これからは、アプリやってなくても、一緒だよ。アプリ消しても、大丈夫だよ。ずっと一緒だよ。これあれだな。これ小学生とかやったらもうこれトラウマになるでしょ。あ、終わりましたね。これでもう最終回なのかな。しょうもなかったな、終わり方。終わりしょうもなかったよ。だって。どう育てていてもね、ダメなんだもん。難しいな。こんな、顔があんなビローになっちゃってね。さあ、成仏エンドってことで、この先あんのかな？諦めないで！あなたならきっとこの子を助けてあげられる。お！新たな運命の選択が解放されました。そんなのあるんだ。諦めない。っていうか諦めないしか選択肢ないんだけどね。お、いいね、いいね。成長率アップ、恩返し率もアップしてるね。うわ、またこっからなのか。またこっから？今日が最終回だと思ったんですけど、まさかの続きがあるということで、
これはね、本当のエンディングを迎えるまでやっていきたいなと思います。ただね、このゲーム、プレイする前にろうそくをね、ある程度集めていかなきゃいけないので、毎日やりたいんですけど、ちょっと毎日は無理ですかね。はい。ということで、まあ、2日に1遍ぐらいでやっていきたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、お願いいたします。